ランドプレミアリーグのブライトンに所属する日本代表 MF 三笘薫、25を完璧に封じた選手に注目が集まっている。三笘は23日に行われたイングランド協会 FA カップ準決勝マンチェスターユナイテッド戦で、相手の右サイドバックに入った DF アーロン・ワンビサカに全く仕事をさせてもらえず、チームも敗れた。この対戦は現役選手の間でも注目を集め、試合後にレスターで10番を務める MF ジェームズ・マディソンは自身のツイッターで、アーロン・ワンビサカは1対1のディフェンスがとてつもなくうまい。おそらく世界で最高だ。彼と直接対戦すると、非常に多くのウインガーがアイデアを使い果たしてしまう、と経験を踏まえて称賛した。また、ワンビサカに封じ込まれた大物としてはイングランド代表 FW ラヒーム・スターリング、チェルシーも有名。英紙、デイリーメールによると、レジェンドのジェイミー・キャラガー氏にスターリングは、ワンビサカはサイドバックとして世界最高の1対1の強さを持つディフェンダーだ。世界で彼より上手い選手がいるとは思えない、と舌を巻きつつ語っていたという、大物ストライカーが次々と餌食になるため、ネット上では三笘がやられたことを踏まえて、ワンビサカ被害者の回想説しな、との声も噴出。三笘には次の対戦でリベンジを期待したいところだ。